越し、お引っ越し、お引っ越し、FM 流進堂です。前々から、まあ、ちょっと僕が引っ越すっていう、ね、話をずっと、引っ越し動画ね、報告させてもらってたんですけど、彼女さんのね、ご家族からいろいろと、引っ越しに関して、いただき物をしていたので、その紹介をしたいと思います。はい、まずは、米びつですね。お米入れで、なんだこれ、キッチンブラシですね。クラフトテープ、おー、いいですね。コップ茶碗のスポンジ、はい、布巾、爪楊枝で、あ、これは米びつですね。米びつです。はい。ありがたく使わさせてもらいたいと思います。ありがとうございます。で、一回戻して、はい。まだあるんですよ、実は。まだあるんです。はい。これ一回下に置きます。はい。次。よいしょ。これなんだろうね。ちょっとこれも中開けないとわかんないです。何だったかな。なんかだって言われたんですけど、ちょっと忘れちゃいました。はい。あー、そっかそっか、これか。そうだ、さ、結構あるな。まずね、食器洗いの洗剤ですね。あとこれなんだろう。あ、はいはいはい。トングと、しゃもじ。おお、いいね。あと、スポンジとか置くね。ラックですね。こういうね。ラック。はい。次は、なんか大きいのがあるな。これなんだろう。食器かな？なんだったかな？コップかな？なんで？あ、でいい。あ、いいね、コップ。コップ全然なかったんですよ。コップね、1個しかなくて、それ使いましたんだけど、あ、やった、よかった、コップ。もう僕ね、もう3週間近くね、1個の食器でずっと繰り返しやってますよ。食器1個。コップとかね、器とかもう全部1個。あ、嬉しいなぁ。はい。お椀二つ。あとは、お茶碗かな？お茶碗っぽいね。あ、違った。お茶のね、お茶の急須です。あ、嬉しいなぁ。もう全部ないからね、こういうの。こういうのもなかったからね。はい、次。シンクバスケット。はい。すごいな、こんないっぱいもらっちゃって、ちょっと、申し訳ないな、逆に。あとは、あ、これも嬉しいな。卵焼きのフライパン。卵焼き用のフライパンです。わ、これはちょっと今度、料理動画作らないとな。次、お茶だしパック、はい。次は、あ、お皿ですね。お皿、ガラスのお皿です。あ、嬉しい。はい、次は、あ、ガラスのお皿の、あと。ガラスのお皿3つ。はい。ガラスのお皿3つです。はい。まだ、これなんだ、丼かな？あ、丼ですね。丼。ガラスの丼。いいですね。これお皿、サラダとかね、盛り付けするのにですね。はい。次は、なんだろう、これ。あ、お椀かな？これも。お椀ですね。はい。お椀。大きいお椀。大きめのお椀ですね。はい。まあ、ここら辺も、
食器ね、本当に1個しかなかったからね、嬉しい、すごい。はい、じゃあ次最後です。なんだろう、これまな板かな。あ、お盆、お盆です。 ありがとうございます。ねえ、もうこれお盆もなかったからね、もう一回一回運ぶの全部手で運んでましたよ、一個一個。はい、ありがとうございます。でね、これまだあるんですよ。これ一回ちょっと入れちゃいますよ、こっちの箱の中にね。これちょっと出しとこうかな。これちょっと見えるところにちょっと置いとこう。はい。いや、本当にありがたいですね。次、はい、これなんでしょう。これは、あ、スリッパですね、スリッパ。はい。1,2,3,4。はい。4つ。あとなんかちょっと女の子っぽいスリッパですね。これ、あれかな、彼女さん用かな。はい。はい、ありがとうございます。あとね、これちょっと一回戻しますね。スリッパは、スリッパ戻して、はい、次、はい、またこれ段ボール、これもね、何かって言われたんだけどね、忘れちゃいましたよ。開けないとわかんない。いや、ほんと申し訳ないね、申し訳ないです。お礼の電話をしないとダメですね。はい、次、置くだけの、水切り袋。あ、これも助かります、助かりますね。水切り袋に、あ、これも助かるね。あの、歯ブラシ置き、歯ブラシ置きです。歯ブラシ置き。はい。助かります。はい。次。これはなんだ？あ、包丁とかまな板のスタンド。はい。これも助かりますね。あとはなんか大きいのがあるよ。これはあれか、水、お皿洗うときの、この水桶ですね。お皿洗う用の水桶に、あとこれはなんだろう。あ、すごい、やかんです。これ IH 対応かな、だよね、 IH 対応を、これねなかったのよ、こういうの。いやー、もうすごい助かります。もう僕この3週間何やってたんだろう何にもない状況で。あとね、これがね、あの、彼女さんのおばあちゃんからプレゼント。おばあちゃん、ありがとうございます。電気釜ですよ、おばあちゃん、ありがとうございます。もう、はい、出てきました。あ、しゃもじ付き、すごい、しゃもじも付いてくるの、最近のあれ、電気釜ってね、炊飯器か。はい、ちょっとこれうちで使ってるやつより全然いいやつなんじゃないの、これね。え、あ、ちゃんとこのお米のね、計量カップもついてますよ。これすごいね、こんなのついてくんだろうね。え、で、あと釜があって、まあ、こんな感じですよ。はい、ね、こんないいものもらっちゃって、ありがとうございました、本当に。でね、あとね、まだ開けてないセット、あの、段ボールセットは、3つぐらいあるんですけど、それはちょっとね、彼女さんが、来るまで使っちゃダメ、開けちゃダメって言われてるので、それに関しては封印をしておきます。はい、彼女さん来るまでね。彼女さんが来たら一緒に開封の儀をね、したいと思います。まあ、ちょっとこの前もお話しさせてもらったんですけども、まあ、今後ね、あの、彼女さんと新しい2人の生活が始まるにあたって、すごいね、やっぱりその彼女さんのご家族の方が、あの、本当にすごい、よくしていただきまして、
やっぱりまあ自分のね娘を送り出す側としてはやっぱりいろいろと心配があったりとか、そういう嫁に出すっていうことでね、すごくいろいろなこう向こうの ご家族としては心配しされていると思うんですけれども、まあ本当にまあ僕のためというよりは彼女さんの新しい生活のためにまあここまで用意してくださったのかなと思ってます。まあだから僕としてはね、もう本当にこういういろいろご支援をしていただいたということに感謝の気持ちしかありません。この場をお借りして、感謝の気持ちを申し上げたいと思います。ありがとうございました、ね、きちんと一個一個大事に使ってみたいと思います。道具ね、とりあえずねこれやりたい、僕卵焼き、卵焼きちょっとこれやりたいな、ね、やりたいなと思います。じゃあまた今度料理動画とかも出すかもしれないですけどね、その時はよろしくお願いします。ありがとうございました。 FM 流進堂、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。